さまざまなレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。家庭法 If I were, I would, could もし何々の状態であれば何々だろうできるのに If I were you, I would go to America、If I were でもし私が何々の状態であるならと考えてみてください You あなたであるならということですね I would go to America 私はアメリカへ行くだろうという、えー、日本語となりますね現実に私はあなたではありませんよねでももし私があなたの立場であるならばね、私はアメリカに行くだろうということのを表現する文だと考えてください ここで注目していただきたいのは和ですね。愛和というのはおかしく感じられると思います。ただね、この文型ではね、B 動詞は和を使うと覚えてみてください。現実とは異なっていることを表現するために和が使われていると考えてください。実際にはね、会話などではわずが使われることもあるんですけども、えとりあえず皆さんね、わーだと考えて覚えてくださいね。またもう一つ、ウッドなんですけども、ウッドというのはウィルの過去形ですね。 will というのはこれから何々しますというような意思を表したり未来の予測ですね何々だろうということを表すんですけどもここではね現実とは違うことを表すために過去形の would が使われているそう考えてみてください If I were you, I could go to America もし私があなたなたなら私はアメリカに行くことができるのに ね A、b 動詞の「わ」が使われていることは、ね、先ほどの説明と同じですね。could は Can の過去形ですね。もし何々の状態であるならば、ね、私は何々することができるのにという、ねえー、可能性を表現する場合には、ね、could を使いますね。can の過去の could が使われるこれも、ね、しっかりと押さえてください。If he were here, he would be happy. If he were here でもし彼がここにいたならということで現実には彼はいないんですねただもしいたならばという仮、ね、定の表現を表しますね B 同士には人がどこどこにいるという意味もありますのでしっかりと確認してください He would be happy 彼は嬉しいだろうということですね、えー、Would というのは助動詞ですので B 同士の B は原型になっていますねもし彼がここにいたなら 彼は嬉しいだろうという役となりますね、えー、と be 動詞ははが使われていますねまた何々だろうということですので would が使われています If it w a r sunny I could play soccer If もしですねこの it はねそれとは訳さないようにしてくださいね天気をね表現するだけ時の it ですね If it w a r sunny もし晴れならば晴れの状態ならばということですね I could play soccer. 私はサッカーをすることができるのに、ということですね。もし、晴れていたなら、私はサッカーをすることができるのに、という役となっていますね。be 動詞は、わが使われていますね。また、できるのに、ということを表現したいということですので、good が使われています。よろしいでしょうか。練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。 カッコに入る語、こちらもご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。1番、もし私が金持ちなら、私はそのゲームを買うことができるのに。実際には金持ちではないので、そのゲームを買うことができないわけですね。よろしいでしょうかもし、ということで、まずは、if ですね。if I、続いて b e 動詞ですけども、war を使ってください。if I were rich、ね。 私はそのゲームを買うことができるのにできるということですので、could を使ってください。I could buy the game となりますね。2番、もし私があなたなら、私はもっと寝るだろう。よろしいでしょうか。if I, B e 動詞は w e r e ですね。if I were you、ね。寝るだろうということですので、I would sleep more となります。3番、もし彼がここにいたら、 私は嬉しいだろう、だろうということですね。if, he, were, here となりますね。これで、もし彼がここにいたならばということですね。私は嬉しいだろうということですので、ので、I would 次よろしいでしょうか。would と助動詞がありますので、B e 動詞は原型になるので、I would be happy となりますね。4番、もし雨ならば、彼は本を読むことができるのに、 よろしいでしょうか。if ですね。えー、天気、rainy を表すときの主語は、それとは訳さない it を使いますね。if it w e r rainy となりますね、えー。読むことができるのにということですので、he could read books。このようになります。Thank you for watching. 個別レッスン、不登校の方への取り組み、オンライン英語塾、公立高校入試対策講座、 概要欄をご覧ください。わかりやすく丁寧に解説します。See you next time. Bye bye.